ウィリアムフローラ・ヒューレット財団、通称ヒューレット財団とは、ヒューレット・パッカード社の共同設立者である、ウィリアム・ヒューレットと、その妻・フローラによって設立された、私的財団。米国で4番目に、豊かな財団であり、資産は90億ドルに上る。財団は、教育、環境、世界開発、人口、芸術、事前活動など、様々な自由主義。 進歩主義に対して贈与を行っている。メンドパークにある財団本部財団本部の内部2001年、財団は4億ドルをスタンフォード大学へ人文学、科学、学部教育のために贈与した。これは当時最大規模の大学への贈与であった。2007年、財団は1億1300万ドルをカリフォルニア大学バークレー校へ100のポスト支援と、 大学院生支援のために増与した。2010年5月、財団は学生の教育成果を記述するディーパーラーニングという戦略を発表した。ヒューレット財団とメロン財団はオープンコース場や分野の発展を援助した。ヒューレット財団はクリエイティブコモンズに対し100万ドルの支援を行っている。ありがとうございます。